はい、こんにちは、ひろきです。ただいま上越市にあります小島に来てます。僕がミニ四駆始めた頃ってミニ四駆やるとしたら上新かおもちゃの玉屋しかなかったんですよね。はい、ミニ四駆ステーションチャレンジ8月24日にて開催です。はい、小島上越店のレイアウトはこちら。奥にあるこれらのキャラクター、そしてあれがね、多分高田城なんだよね。はい、電源も完備されてまして、グレードアップパーツもご覧の通りびっしり揃ってます。はい、今回はスーパーツーマシーン走らせていきます。ただいま。はい、ということで新潟に2日間行ってきました。いやー、ジャパンカップ新潟大会楽しかったな。世界的に有名な33にも会えましたし、やっとね、週末にファイヤーできました。せっかくなのでこれらのシール貼っていきましょう。どこがいいかな。意外とスペースないな。はい、こんな感じでどうでしょう。週末シールがね、ちょっと見にくいかな。新潟といえばね、僕がミニ四駆復帰した上越市っていうところがとても思い入れがあって、今回上越の小島に行ってきたんですけど、当時あの頃って市内に常設コースっていうのがなくて、高田商店街とかね、
あとはね、SB 工場近くの会議室借りてですね、チューンモーター杯やったのを今でも思い出します。まあそんな環境の中でもミニ四駆好きな方たちがいて、新潟大会で当時のメンバーまだやってる方たちもいまして、なんだかね、感慨深いものがありました。ちょっとだけあの頃の話をしておくと、当時ミニ四駆投稿を始めた時に P 丸と高丸さんがいて、いや P 丸のフローティングやべえなとかって思ってチラチラ見てたんですよ。そんでどうもミニ四駆大学の様子とかも映ってたから、あーこの人も同郷なんだって思ってたんですけど、途端に P 丸いなくなったなって思ったら、後々聞いた話、山中っていう名前に変えてたみたいで、ぶっちゃけて最近まで知りませんでした。本当すいませんでした。ということで、新潟ご当地 YouTuber 山中さんのチャンネル URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。